久保さん。久保さん。いやー、あのですね、僕の経験談をお話しすると、まあ一回僕赤番食らってるじゃないですか。で、赤番食らってて、まあ僕商品いっぱい売ってるんで、まあ結局そのお客さんがね、商品見れないようになっちゃったんですよ。見れませんみたいな。で、大量に商品あるんですよ。まあ300、まあ300個ではなくて300動画ぐらいあって。で、そのバックアップしてたやつを、 あの他の YouTube のアカウントにアップロードしてでソースコードあのタグですよねそれを貼り替えるっていうね今までのアカウントのソースコードが見れないわけですからこれ3日かかりましたね <laughs> ソースコード貼り替え <laughs> だから量があるとその <laughs> やり替えも難しいっすよねうんまあ久保さんはね新規1.01で作るっていうことなんですけど いや、しんどいですね。提供しているものがあって、それがゼロになって、お客さん何も見れなくなるわけですから。<laughs> うんまあそ、その経験があるんで僕はリスクヘッジとして、あのー、なんだ。しかも僕がアカウントバンされた動画って、ペナルティ食らったのはこういう動画ですからね。<laughs> こういう動画。<laughs> な、何が違反してんのかよくわかんなかったんですけど、普通にこう喋ってるだけなんですよ。で、多分普通なんですよ。別にアダルト的なことも言ってないし、 普通になんか勉強会かなんかの話してたんですけどそれがダメだって言われて異議申し立てしたら5分後にこれもダメだあれもダメだって言われて赤番ですね <laughs> もうあれ忘れもしれないですけどでまぁ、あ、今回ねあの久保さんが01ってことなんで直近だったね本当に直近だったお話をしようかなと思うんですけど財布がないっていう財布がない まあ人生生きてると「あれ財布ねえぞ」っていうことあるじゃないですか。じゃ今出先なんですけど、あのー、着いたら「あれ財布ねえぞってって」みたいな。で昨日のよ夜か夜中探したんですけどなくて「あれを持ってきたっけないや忘れたかな持ってきたかな?」っていうね。 えー、これ落としたかなってしかもねそのバッグのところが開いてんすよあれ開いてるぞこれじゃあ最初この見たら開いてんすよねバッグのところがあれみたいな <laughs> ねえみたいなあれみたいなで昨日ね1時間ぐらいね探したりとか一応あのー、マジかーだって財布なくすと何がっていうとまずまあ現金ねたまたまちょっと10万ぐらい入ってたんですよ、まあ、10万どうするみたいな で、あとはクレジットカードとか免許証とかいっぱいまあ入ってるわけですよ、カード。うわ、これどうするみたいな。で、結局な悩んだんですけど、でもな、あの、行き着いた答えが寝るっていう。<laughs> なんか堀江さんが近畿大学の卒業スピーチで嫌なことがあったら、とりあえず酒飲んで寝ろと。<laughs> で、起きたら、まあまあ忘れてましたね。で、思い出すと、 うわーってなるんですけどあのー、まあ何が言いたいかっていうといくら考えても戻ってこないでこす <laughs> まあもしかしたら忘れたのか分かんないですけど忘れてたらラッキーですよね部屋にあったらラッキーなんですけどまあ部屋に書いてみると分かんないですねだからまあ考えても仕方がないのでまあ でも考えても仕方がないことをみんな悩むんですよね。だから僕も、ほんと直近でもう、不破最悪だ、みたいなね。マジか、みたいな。思ってましたけど、やっぱみんなこういう感情になるんだな、っていう。いくら考えても仕方がない。例えば YouTube のアカウントをバンされていくら考えても、まあ、決定権がね、YouTube にある以上、こっちでどうしようもないなじゃないですか。どう考えても。うーん。 いや結構生きてる上でその考えても仕方がないことを僕たちは考えて生きてるんだなっていうのはすごく感じましたねしかあ怒っ,てし怒ってしまったことはもう仕方がないからじゃあ次どうするしかないんですよねだから僕かんもうすでにね僕の頭の中でどういうことか考えてるかっていうともうネタにするってことでまあこれもネタにしてるんだけどあの財布がなくなった時の対処法とか財布がまあそのね10万 入ってたしそれ回収しないといけないんで、財布がなくなった時の対処法、財布がなくなった時のなんちゃら、財布がもうこう、財布で10個ぐらい作ったのかな、みたいな。で、あとは多分ねあの、今後じゃあそれを防ぐために、まだ調べてないですけど、あの多分ね、なんか GPS とかもう売ってその売ってると思うんですよ。だから財布に何か入れとくと、多分これからちょっと探しますけど、あの財布に何か入れていて、GPS でアプリで、で、財布の場所がわかるみたいな。 今、携帯とかも、なんかキーホルダーみたいなのあるんですよ。なんかその GPS のやつ。だから財布のなんかカード式のなんか、な、何かしらあるんじゃないかなっていう、探せば。で、それあったと、多分あると思うんで、それ探して、買って、レビューして、みたいな。<laughs> もうなんかもうね、次々次,次をめっちゃ考えてますね。うん。で、財布が仮にあったとしてもネタとして使うっていうね。財布があろうがなかろうが、ね、これはもう多分まあ、 落としてたらもう分かんないんでしょうがないし、まあ、家にあの部屋になかったらもう終わりなんで、まあ、そしたらもうお、まあ、それの動画いっぱい作るしなおかつあったとしてもじゃあ今後ハッとやべえってなった時に GPS ねどこにあんのかっていうのがね分かるなんかその商品ですね買ってレビューしてみたいなもう次の次までかあってもなくてもやるみたいなねまとめると考えても仕方ないことを 考えるよりかは、先のことを考えた方がいいんじゃないか。次の一手をね、考えた方がいいんじゃないかなっていう。例えば将棋で言うならば、もう一手打たれたら、それを巻き戻しはできないんですよ。だから、じゃあ、この、この今の駒の配置で、じゃあ次どう一手打つかしか考えるしかないんですよ。ああ、しまった、ここ一手打たなければって考えたとしても、もうその一手を、すみません、ダメです、みたいなね。<laughs> まあ、あの、なんだ、麻雀でもね、 仲間内だったらね、なんかあ、麻雀は厳しいからないかどうなんですかね。まあ、遊び麻雀だったらね、なんかめちゃめちゃ遊びの麻雀だったらあるかもしれないですけど、賭け麻雀で、一手打ってね、あ、すいません、これなしでって、久保さん多分無理ですよね。僕麻雀やったことないんで分かんないですけど、多分無理ですよね。かけ、かけてて。そんな無理に決まってんだろみたいなね。一,一回こ、手離したらもう終わりだと思うんで。だから、もう、そしたら、次か、次のハイパイ考えるしかないじゃないですか。 もうもはやだからそっちのハイパイ考えるよりこっちのハイパイ考えるしかないしもちろんなんだマージャンは4人で売ってるんで相手の捨て牌とかまあそういうのもいろいろあるとは思うんですけど自分がやったことに対してもう取り返しがつかないのでだったらまあ次考えるしかないよねっていうだからそれがあの生きていく上で大事なことなんじゃないかなと思いますいってらっしゃい。